会場に並ぶのは、足利尊氏や加藤清正、島津義弘など、九州ゆかりの武将が身につけていた甲冑のレプリカなど14両、甲冑など製造、修理を手掛ける業界最大手、甲冑工房丸竹の協力で実現しました。このほか メジャーリーリグエンゼルスの大谷翔平選手がかぶって話題となった兜とと同じ型のものも展示され訪れた人が興味深そうに眺めていました。展示会は来月26日までです。